では参ります。 SK824C レベル2サポートエルボーガードですね。これもメッシュバッグが入ってますね。はい、これもこういうタイプのエルボーガードになります。これね、あの黄色見えちゃってますけど、はい、薄いタイプのエルボープロテクターですね。はい、こういうタイプです、うん、この、はい、裏側は、はい、これ見てもらえる通り、はい、かなり通気性の高いメッシュですね。でストレッチ性もありますと。で表地は滑らかなストレッチ性のある素材、はい、でプロテクターが前面から外せますと、はい、これは SK810 というタイプの C のレベル2のプロテクターですね。インナープロテクターですね。これもコミネが肩投資をして作ったオリジナルの商品ですね、はい、裏側はディンプル構造になっているので汗が滞留しにくい構造になっております。はい、これでですね、まあ C、まあ、一番のポイントは C のレベル2取ってるってところなんですけど、やっぱね、伸びがいいですからね、非常に動きやすいですね、はい、でなおかつこの薄手なのでインナープロテクターとして優れていますと、はい、C のレベル2のタグもついてますね、はい、これ場合によって外れやすそうな心配があるんですけど、正規の場所に収まっている限りは肘の動きでこの表のプロテクターが外れることはないですね、はい、あんまりこういう機会もないのでいいんじゃないかなと。そうですね、なかなかね、そのやっぱカタログとかでは表現しきれない部分がありますので、このように、はい、見ていただく機会があればね、はい、これもですね、かなり結構強力な滑り止めのシリコンがついていてですね、これが地肌に直接つけた時にこのあまりにもその抵抗が強すぎてちょっと肌が肌弱い方だとちょっと痛みが出ちゃうとかっていう報告も聞いたことがあるので、まあ、例えばですね、その薄手のインナーとかですね、ロンティータイプのインナーとかの上につけてもらうとかですね、そういう工夫で改善できるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺は使ってみていただいてですね、ちょっと違和感感じられたらそういう対応してもらえるとありがたいかなというふうに思います。試してみましょうか。あ、出ます、これは出ます、はい、大丈夫ですね、はい、ツイッターでちょっと軽くバズりましたこの偽物判定ラベルですね。これで OK が出たら基本的には本物です。まだ今のところコミネの調べでこれがコピーされた、これが偽物が出回ってるっていう報告はないので、ちゃんと OK マークが出るものは本物だということが言えます。はい、これね、偽物は形だけは真似てるんですけど、やっぱこの OK までは出せれないですよね。はい、はい、ということでサポートタイプの、はい、かなりですね、薄手のインナー C のレベル2を取ったインナープロテクターになりますので、はい、エルボープロテクターですね、はい、ご承知おきいただければと思います、はい、ありがとうございます。